桑田和子のオンラインミニ講義第20回です。今知覚を広げるシリーズっていうのをねずっとお話ししてきているんですけれども、今回はその3つ目のお話をしようと思います。第1回目に普段と反対のことをやる、知覚を広げるって、言ったんですが、知覚というのは生まれてから皆さんが今までにいろいろ経験したり体験したり学んだり知ったりしてきた、そういう知っているすべてが今の皆さんの知覚の範囲っていうふうになります。でこの知覚の中にはもう忘れてしまっているものとかもあるんですけれども、それが広い人狭い人っていろいろいらっしゃるわけなんですよね。で知覚が狭いと自分を限定してしまうとか考えも狭くなったり、もう狭い範囲のこう考えでこうだよっていうふうに判断したり言いたくなってしまうっていうのがあるので、とにかく知覚を広げるというのは、いろんな面でなんか私いろんなセミナーやってるんですけど、とにかくどんなことをやっていても知覚が狭いとかなり限定されてしまいますので、知覚は広げていった方がいいと思います。そしてその知覚を広げるにはどうしたらいいかということで、具体的な方法をこのミニ講義でお伝えしているんですが、最初に言いましたのが反対をやる、普段と反対のことをやる、普段のやり方と反対を採用するっていうものなんですね。普段でもいいですし、今までの人生でもう割とこうスポーツばっかりやってきましたみたいな人はちょっとこうインドアでやってみるとか、反対にもう私は内向的でやって家にいるのが好きなんです、あんまり人とも付き合わないしみたいな方はちょっと逆をやってみるっていう、そう真逆をやるっていうのはもうかなり知覚を広げるっていうふうになります。もちろん心理的な抵抗はあります。そして前回言ったのが達人と付き合う、ご自分がこれからそれをもうその達人レベルまでやろうと思ったらもうとても時間もないし、そこに追いつけないような人と付き合ったり、動画でもいいしテレビでもいいので、そういう人たちの日常を知ることによって、なんか思っていた、もうこの人も同じように、日本で暮らしているのにこんなに違うのみたいなね、そういう達人の情報を得るっていうのも一つですね。で今回お伝えしたいのは知識や情報をたくさん入れましょうっていうことなんです。なんかその知覚っていうのが今まで知ってきたものとか体験してきたものっていうふうに考えたら、知識や情報を増やすって当たり前じゃんって思われるかもしれないんですけど、具体的に言いますので、これをやったら絶対広がります。はい、本を読む、それも、いろんなジャンルがあるじゃないですか、本って。恋愛小説でもいいし、小説でもいいし実用書でもいいし、いろいろありますけれども、その1ジャンルにつき10冊、それを20ジャンルぐらい、ジャンル20ぐらいやるなんですね。でこれをやってみると本当にこう、大体皆さんもそうだし私もそうだと思うんですけど、興味があることはガンガンいけると思うんですが、興味がない分野の本って全然読めないじゃないですか、普通はね。でそこをあえて知覚を広げるためっていうふうにして、興味がないジャンルの本も10冊ぐらい読んでみるっていうことをやるといいです。入り口はね、本当に分かりやすいようなものでいいです。なんかこう簡単にしてあるような、例えば漫画で読む日本史みたいなのありますよね。ああいうものでも本当に読書の習慣がない方は最初はそれでもいいと思うんですけれども、必ず深めるっていうところまで持っていってください。で必ず最初は軽いものでもいいんだけれども、深めていって、興味が出てきたらそこからさらに深めて専門書とか原点とかに行くっていうようにしてください。もう広く浅くでは知覚っていうのは本当の意味では広がらないです。ですから広く深くを目指しましょう。皆さん頑張ろう。はい、そして、本っていう、読書っていうのは一生続けていくっていうのが、必要があるっていうのかな。読書の習慣ってね、なんかだんだんやっぱり動画を見るとか
そういうものが増えてきているので、読書っていうのがなかなか難しいですっていう方もいらっしゃるんですけど、そこは近くを広げるということで、根性を入れてやってみてください。はい。次です。次は、漫画、アニメ、映画、動画を見る。これはね、本当にこう、お手軽にできるんじゃないかなと思うんですが、ここでもポイントは、たくさんのジャンルを多数見るっていうことです。ジャンルをたくさん、そして一個一個をたくさんっていうことですね。で、他にまあ動画なんかも今いっぱいあるんですが、動画は日本語以外のも見てください。英語圏のもの、スペイン語圏のもの、中国語圏のもの。やっぱりね、全然違うんですよ。で、英語圏のものってなると、日本語の YouTube 動画とかの数と、英語の YouTube 動画ってなると、また英語圏になるとドッと増えるし、私は以前なんか教えてもらってみたのが、フランスの男の子が、ちょっとなんかお化粧とか大好きな男の子が、なんかメイクをする動画っていうのをフランス語でね、すごいいろいろ言いながらメイクをするっていうのがあって、面白かったですよね。あ、なんか感覚が違うなっていうのがあって面白かったです。ですので、言葉がわからないんじゃないかとか思われるかもしれないんですが、最近は YouTube 動画でも、字幕が自動生成されるのとかもありますから、まあそういう字幕をつけてみてもいいですし、もう意味わからなくてもなんかこう、なんか雰囲気を味わうみたいな感じもいいと思います。はい。そして漫画ですね。漫画ってね、少年誌とか青年誌って、結構こう、その世界のものとか、あとチームで何かするとかっていうのをまあ好きじゃないですか、男子は。なんかね、少女漫画ってやっぱり恋愛とかああいう系が多いんですけど、少年漫画ってなんかみんなで一緒になんかやろうぜみたいなのが結構あるので、その世界のことをざっくり知るのにすごくいいんですよね。なんとか会ってありますよね。例えば出版業界って言ったら、重版出題とかありましたし、他にも音楽業界のこととか、あと将棋の世界って3月のライオンとかね、将棋の世界ってありますよね。他にもスポーツは、スポーツものは結構ありますよね。なんか、バスケットとか。あと、競技ダンス。ボールルームへようこそっていう、確か競技ダンスでしたけど、そういう、こう、専門の競技のこととか、その専門の世界のことを、まあ、漫画なので、リアルではないんですけど、ざっくり知る。ざっくり知るために見ておくといいんじゃないかと思います。はい。でこの場合なんですけれども、一つの世界を極めるタイプの人っていますよね。皆さんの中にもいらっしゃるかもしれません。私はこの物事がすごい好きで、もうこれに関してはもう超熱中できて詳しいんですっていう人って、やっぱりその分野に関してはめっちゃ詳しくなるんですけど、他のことが全然わかりませんみたいなことになってくるので、そういう方は特にこう漫画とかアニメなんかでこう他の世界のことを知っておくといいんじゃないかと思います。反対に、そういう漫画とかアニメとか昔からすごい好きでいっぱい見てきたんですとか、本もなんかいろいろ読んでるんだけど、割とこう軽いお手軽な入門書的なものとか、解説されてるようなものをたくさん見てきました。で、まあそれで広くなんとなくは知ってますっていう方は、専門書をじっくり読むとか、YouTube の動画で、物理学とかね、数学とか、宇宙の話とかあったりするじゃないですか。そういうののスペシャルなんかをご覧になるといいと思います。はい。今日は知覚を広げるシリーズで知識や情報を増やそうというテーマでお話ししました。ありがとうございます。それではまた。